こんにちは。皆さん、家のそばにちょっといてほしくない生き物って何でしょうか？蚊でしょうか？ゴキブリでしょうか？ハエでしょうか？まあ、ゴキブリっていうとかなり、嫌われ者の代表ですが、実はゴキブリが病気を媒介したことがはっきりしている例は世界で一つしかありません。つまりほぼありえないと言っていいと思います。ゴキブリは体が抗菌仕様になっているので、そもそも大量の細菌やウイルスを持つことはできません。そんなゴキブリに近い仲間で、ちょっと家のそばにいたら引くという生物、こちらはどうでしょうか？とある場所に生えた大荒れ地の菊の根っこを動かしたら、この通り、うじゃうじゃと家シロアリが出てきました。しかし、移動性の小さい生物なので、たとえ庭先にいたとしても、建物への移動することは低い、移動する可能性は低いそうです。それを聞いてちょっと安心しました。ということで、いかがでしたでしょうか。シロアリは、実は地球上で最もおならをする生物とも言われています。まあ、腸内で食べた木を発酵させるからでしょうね。では、今夜もご視聴ありがとうございました。さようなら。